バカほど面白いものを見つけちゃいまして、ちょっと。なになになに？ちょっと触れようか迷ったんですけど、たまたまよ、これ。おはようございます。はい、七代家の毎日投稿やっていこうと思います。パッ、ね。七代家の七代です。マコです。はい、というわけでございましてね、今回はですね、この二人でやっていこうと思っているんですけれども、ちょっと今回ね、コメント拾いでね、先に、この間、ヤースーさんの、幽霊の見え方、ね、トクボリザウルスのヤースーさんの、と、クマ子をちょっと比較するぜ、みたいな動画出したと思うんですけど、ちょっとね、補足情報込みの、なんかちょっとコメント来てたので、ちょっとそれ触れようかなと思ってまして。ヤースーくんや初音ちゃんは、普段見ないようにコントロールしているらしいよ。二人とも子供の頃に見えないように、見ないようにおばあさんからされている。それでも見えちゃって自分でコントロールするよう身につけたらしいのよ。それでもアンコントロールなことも多くて見ちゃうらしい。二人とも霊能力者の孫という共通点があるのが面白いと思います。勉強不足ですみません。くまこさんは血縁者にそういう方はいらっしゃるのでしょうかと。ね。いう感じで、先にちょっと質問に答えてあげようかなと思うんですけど、くまこの血縁者に、見える人とかっていうのいるの？聞いたことないんだよね。あ、そこは、初音さんとか安さんと違うね聞いたことないし、そう。聞いたことないし、父方の、その悪霊になったおばあちゃん側の親族とは全く付き合いがないから、あ、わそっかんないか。んだけど。そっちが、だから、ほぼ縁がないのか、全然。ほぼ全く縁がないから、あれなんだけど、あ一人悪霊になったっていうだけしか情報がなくて。あ。冷静に考えたらさ、やばいよね。だってさ、ヤースーさんも、ね、初音さんのところも、おばあちゃんがすごい力持ってて、それをあんたも見ちゃってね、かわいそうやから、みたいなこと言ったもんね、それで収めてくれたんだと思うんだけどさ、もう、全然違うじゃん。ばあちゃんが特攻隊長みたいな話。悪霊です、みたいな。悪霊、トップクラスの悪霊になって帰ってくるっていう。本当だよね。一人だけ、なんか、呪術廻戦の世界に生きてる。なんかね、帳り降りてどうのこうのみたいな感じになっちゃってて、一人で。大変なね、くまこ、本当に という感じなんですけど、ちょっと一応ね、補足部分って何だったのっていうのは、ヤスーさんの、霊感が、私はちょっとね、私こそ勉強不足だったんですけど、ヤスーさんも、なんか、普段めっちゃ見ちゃって大変なんじゃないのっていうふうに多分言っちゃったんですけど、なんかね、どうやら抑えてるらしいですよ。で、それが抑えてるっていうのは、なんか、見れないように、施してもらったのもあるし、自分自身でも、見ないように、なんか抑え込んでるみたいなのあるらしいんだよね。ただ、前にちょっと触れたけど、ご飯食べたりとか、満腹になったり、お腹いっぱいになってよく寝たりとかすると、見えちゃう。ついポロッと見えちゃうらしくって。なんかそういう感じで、コントロールはしてるらしいんですよ。どうやってやるんだろうね。そう考えるとさ、でも、くまこ相当、鋼の、なんか肉体の持ち主というか、鋼メンタルみたいになってるよね、なんか。骨だよね、相当。だって、別に抑えてるわけじゃないじゃん。親族に見える人とかの手ほどき受けたわけじゃないじゃん、別に。ただ見えちゃって、怖いって言って、うわーって立ち向かって、で、だんだん慣れてきて、で、人生じゃん。なんかもう強すぎ悟ん。りの境地にいるの、もう。実うちは。の霊が見える方は悟ってるそうです。これで悟ってるんじゃないかなって。いや、でも悟らなきゃいけないぐらい大変だったんだろうなって思うと、ちょっとね、本当にね、よくやってくれてるなって感じではあるんですけども。急にメンタル崩壊しだしたらこいつ終わったなって思ってくれればなんか。その時はちょっとヒロシに相談するわ。どう相談したらいいか分かんないけど。俺が責任持って連れてくよとか言ってさ。怖い怖い怖い。それ、階段階段、それ。はい。というわけでございましてね、ちょっとね、本編に入っていこうと思うんですけども、今回はですね、ちょっとバカほど面白いものを見つけちゃいまして、ちょっと。なになになに？ちょっと触れようか迷ったんですけど、たまたまよ、これ。七代がたまたま YouTube で、いろんなね、なんか幽霊系関係、心霊関係とか、ホラー、怪談とか、いろんなものね、探してたんですよ。都市伝説とかって言って。お、なんかいろんな動画あるんよなーなんて見てたんだけど、そしたらさ、たまたま、浄霊師の方の、YouTube チャンネル、
浄霊師だから、まあ多分霊的なものを浄化するみたいなことを生業にしてる人だと思うんだけど、まあ、要するにスピリチュアルの本当にちゃんとしたスピリチュアルの人ですね、うんうん、でその人のチャンネルでですね、うん、霊能力者ランキングっていうのが何それ公開されてまして、あの熊子の名前が載ってたんですよ、ついに、え、嘘、仲間入りしたの誰よ、誰よ、リークしたの誰よ、リークは分からんけど、でもちゃんとあのね、あの出身みたいなところにさ、七白家って書いてあった嘘、怖っ。あのね、めちゃくちゃ面白くて、しかもそれすごくてさ、ちょっとその人のあのリスト、リストってか、そのなんだろう、ランキングかが、あのね、順位が万単位なのよ。え、何、何万位ぐらいまであるのよ、1位からみたいな。だからどんだけ人のことチェックしてんだろうって感じなんだけど、うん、そうで、その中にちょっと熊子の名前があったので、ちょっと、ね、人のチャンネルのコンテンツだけど勝手にあのランキング発表しまーす、すごい一応、まあ、ちょっとどんな、チャンネルかだけちょっとね、あの勝手に使わせてもらってるのでご紹介させていただこうかなと思うんですけど、鍋島直明さんかな、多分鍋島さんっていう浄霊師の方で、あの YouTube チャンネルやられてる方なんですよ。でその方がなんか、一応動画でね、あの霊能力者ランキング2023番って書いてあるんですね、お、ってことは2023年度の、しかも2ヶ月前に更新されてますから、まあまあ結構最近のなんか、あのその方の見てる霊能力ランキングみたいな感じなんですけど、ちょっと一応ね、あの冒頭でなんかね、一応この方、この鍋島さんって方なんだけど、その鍋島さんがあの展開しているそのスピリチュアルの世界とか、スピリチュアルってこうですよと、あのこういう見え方をしてますよっていう、多分動画で出してるんだと思うんですけど、うん、それを理解してくれてる方とか、うん、あとはなんか、ね、エセスピリチュアルみたいな人たちとかを排除していきたいと、要するになくしていきたいととか、まあまあこれはちょっとね、守りの感情が強いなと思うんだけど、まあ鍋島さんに対してなんかネガティブな感情を持ってない人とかに限定して、そういう人に見てねっていう動画らしくって、まあ、多分これ言っちゃうんだけど、クマ子に別に連絡来てないじゃん、鍋島さんから入れますよなんて、うん、ってことはまあ勝手にちょっと入れて、うん、怒られるのが よしたいというか、怒られてね、揉めたりとかするの嫌だから、そういう人は見ないでねと、その暴挙者とか見んといてねっていう、まあ釘刺しかなとは思うんだけど、っていう動画です一応。え、それを僕たちは今ゴリゴリ見てるってこと？そうですね、これちょっと全責任は私にございますので、すいませんけど、私ね、一応あの七代家はあの、うん、ホラーエンタメのね、界隈の NHK ということでね、うん、清く正しく公正にというのね、ちょっとテーマにやっておりますけれども、はい、私だけ悪人なんで、そういうのを全部取っ払って、面白かったら引っ張ってくれということでございまして。まあまあ、一応ね、ただ前提としてちょっとお伝えしておきます。ちょっとエンタメとしてね、なんか楽しい感じでは、お伝えはしてきますけど、この方は、それを生業にしてる、鍋島さんはされてる方なので、だからもうくれぐれも、これ最後にも一応言いますけど、鍋島さんの動画を見に行って、なんか七代家が決めした、みたいなコメントしたりとか、なんかこれ違うと思いますとかって言ったりとかするのは、マジでやめてください。本当にそれだけはやめてほしいっていうのだけは先に言っときます。はい、でその上でちょっとランキングをね、まあ、見ていくんですけど、なんかね、ちょっとこれくまこ今ちょっとね 見えてないからさ、一応口頭で説明するけどさ、あのなんか鍋島さん曰く、なんかこう障害霊っていうのがあるらしくって、これ鍋島さんワードなんだけど、鍋島さんが独自に作ってるワードで、まあ、簡単に言うとなんか守護霊的な、なんか人間が生まれた時からつながりを持ってる霊的な存在っていうのがあるらしいんですよ、鍋島さんの、スピリチュアルの世界だと。でなんかそれのランクっていうのがあって、うん、S 級と A 級と B 級と C 級みたいなのあるらしいんですけど、一応なんかそれについてその ランキング上で書かれてるから、多分分かんないとこれ何の話って多分なっちゃうので、一応ちょっと触れておくと、なんかね、C はちょっと分からないんだけど、B クラスの人は、なんか神の使いとかとつながってる人らしいのよ。B で？ B で。B で。うん。これちょっと覚えてくださいね、皆さんね。うん、B クラスで神の使いとつながってるクラスです。で、A クラスで神的な、その、まあ、ポジションの人間、ポジションの人間っていうか、ポジションの霊体とつながってる。うん、
で、S クラスはもうその神とかを創造する側の宇宙的な本質とつながっちゃってるみたいな、もうなんかちょっと 特急というか S クラスはっていう感じです、うん、その上でちょっと紹介していくんですけど、まずですね、はい、一番ランクの下の順位っていうと、はい、すごいな、20万、これどういう順位なのかわかんないですけど、20万7345位と人が一番下で書かれてて、だからあれですね、さっき一応なんかね、何万人っていう風に言っちゃったんですけど、まあ一応ね、一番下のランキングの人が20万7345って書いてあるんですけど、なんか一応総勢600名の霊能力のランキングを提示しますと、で書いて、概要欄に書いてあったんで、まあ、600人ぐらいチェックしてるってことらしいです、どうやら。はい。で、そんな中でですね、まあまあ、20万から始まり、ね、7万、4万、3万みたいな感じで、行くんですけど、まず最初に、そうだね、クマ子のランキングもいっちゃいますか、じゃあこれ。おお、やった、何位クマ子の、ランクがですね、はい、600人中ただ600人中だけど、うん、なんか何番目かはちょっと分かんないけど、あ、霊能力順位って書いてあって、 それが27648なんですよ。何そのうちのつむつむの最初のスコアみたいな点数な順位なの、つむつむのスコアで、だから要するに、1位の人もいるわけですよね、に対してまあ、27648位っていうことなので、バッコじゃん、まあ言ってしまうとリストがね、下から数えて 5% ぐらいのところにいるかな、多分下にまだ 5% いんのいるいる、でも、もう1リストぐらい、あ、もっともうちょっとあれかな、うん、2-3% ぐらいのところ多分、へえ、だからブービーぐらいのポジションにブービーじゃん、ブービーじゃん、一般人じゃんそうなのね、だからね、これどうですか、俺ぶっちゃけ聞いて、いや妥当まあそうだよね、いやなんかさ、そもそもすげえごめん、最初からツッコミところ満載だったんだけどさ、なんか僕、霊能者って名乗ってないし、うん、なんかそれを生業にしてないし、っていうかむしろ誰だよ霊能者としてリークした人みたいなさまあでもこれ多分鍋島さんの概要欄に書いてある感じだと、皆さんのアンケートも踏まえって書いてあるから、そうだ、アンケートなのよ、リークしてるやついる、これでリークしてるんだと思ってだからね、これちょっと言いますよ、七色家の代表としてね、ちゃんと言いますけど、クマ子は霊能力者ではございませんそこだけ言っときますよね、はい、一から最初から僕は今日までそんな言葉使ったことございませんから、そうですね、うん、ね、なんか霊能力がありますなんて一回も言ったことないもんね、一回も言ったことない、なんか見えます、見えて透けてる人が見えてますっていうのを一貫してずっと言ってるから、そうだね、うん、だから何もできないっていうのはもう最初からずっと言い続けてるからさだからそう考えるとさ、さっき妥当って言ってたけどさ、本当妥当だよね、これ、うん、妥当だよね、だって何もできないんだもん、うん、いやこれ すげえなって思っちゃって、これ多分まあリークの情報と多分もしかしたら実際に見に来てくれた可能性もあるけど、うん、その上でこのランクにするわけでしょ、うん、で、まあもちろんこれ鍋島さんのスピリチュアルのそのまあなんだろう、まあ価値観の中でのランキングになるけど、とはいえ、うん、妥当だよね、うん、超妥当、超絶妥当、だってなんならビリでもいいとか思ってるもんまあそうだね、だって霊能力者じゃないっすね、そうそもね、いやそう、いやだからこれね、ちょっとそう、これ多分今視聴者の方でね、きっとクマ子にだいぶ心酔してる方もたまにいるのよ、あ、うん、たまにはコメントでクマ子さんは偉大ですみたいなこと言ってくる人いるんだけど、クマ子的にはそれはちょっとって感じだよね、きっと、そう、なんか変に期待しないでほしいなっていう、まあ、そうだよね、ただただ面白いことを喋ってる人、ただただ喋ってる人って、そうですね、そのトークテーマが透けてる人だけであってってことですよね、そうそう、ただただ喋ってる人、うん、だちょっとそれをね、一応ちょっとあんまね、今回その鍋島さんのねこれを使わせていただいてって言ったらあれなんですけど、うん、ちょっと釘刺したいなっていうのがあって、それを、うん、
なんかクマ子を異様になんか霊能力者で持ち上げてる人がいて、うん、それはなんか一見するとさポジティブに持ち上げてるからさ、え、ファンだし持ち上げてもいいじゃんっていうのも分からなくはないんだけど、正直それはね、あのクマ子的にも本意じゃないじゃん、やっぱり。なんかそれがさ、うん、なんかその期待値が高ければ高いほど僕が何もできないってなった時のこのギャップでさ、うんうんうん、ウェイじゃん。それで過去に一回実はトラブルになってることがありまして、やだねそれ。そうそうそう。なんか警察騒ぎ見てくれないんですかみたいな。そうことがあって一回だけ。いや確かにそれはな。やめようって。っていうことだそうね。適切な距離感で見ていただけたら。はい、でございます。そうでございますよ。なんでね、今回その鍋島さんのこのねランキングを見て不当だみたいな、熊子様はもっと上だみたいなことを思ってる人は、あのぜひ あなたの方がちょっと考えを変えていただいて、あのそんなことないよ。妥当妥当だよっていう。当日妥当。全然妥当ですっていうところも、ね。あの身ほどわきまえてる側の人間だから、こちらとしてはね。まあそうだね。だから、ね、変に別にそれでさ商売にしていこうって気もないじゃん。別に幽霊が見えるわだけで話してるだけで、それを例えばお払いできますよとかね、あの霊力であなたを清めますよとかでないじゃん、そういうの全く、うんうん、だからそういう風には捉えないでほしいな、うんうん、だから本当にあくまで七白家の面白担当っていう変わってる面白担当でただっていうかに、うん、やっていただけたらと思いますけども、ひょうきんな人って思ってくれれば、それ確かにひょうきんな人だなって思ってくれる、うん、でもそれでいいと思うよ、本当にね、ババアとか言っちゃひょうきんな人って思っていただけたらいいかなと思います、うん、お口が悪いひょうきんな人だと思ってくれる、はい、まあ、その上でなんですけど、はい、ランキング自体はね、まあ、これでいいわけですよ別に、うんうん、こんだけのリストがあるってことはね、ランキングの、うんうん、当然ですけど我々ホラーエンタメの業界にはいるわけですから、ほうほうほう、まあ熊子はそこまで知らない人も結構いるかもしれないけど、うん、私はまあ知り合いも多いわけですよ。あだし、まあ、熊子に見てもらったりとかでさ、うん、まあ、初出さんだったりとか、うん、安さんとか早玉さんとかいるじゃん、名前載ってんじゃねと思ったわけですよ。ああそう、ちょっと気になってた、ちょっと気になってた私ですね、あの見受けられた方だけ、はいはい、ランキング分かったので、あらちょっと、ね、いたの、いたんですよ。あら、いらっしゃったの。結構、しかも意外な人が意外なランクでっていう。え、嘘。ちょっとあの、下位から順番に発表していこうか。え、しかも下位から？そう。誰だろう、誰が下位になるんだろう、クマ子の次は誰？ちなみに、クマ子より下にもいた、一人。嘘。うん。で、これ、あ、でもあの、いたって言っても、私が知ってて、かつ、うちのチャンネル見てる人だったら知ってる人が多そうかな、の人をちょっとピックアップしてるんで、ちょっと見逃してる人が多いと思います、正直。あの、もっと実はいるかもしれないんで。まあ、よかったら、まあ、見に行って、コメントはしないでね、みんなね。コメントは動画にしない方が多分いいかなと思う。嵐はダメで、嵐はダメ。嵐はダメですと。ただ、まあ、個人的に気になってますよと、見に行きたいなって人は、ちょっと多分概要欄にあると思うんで、あの、そちらからちょっとピラッと飛んでいただいて、お、この順位に自分の推しがいるでっていうのをね、ちょっと確認してもらっていい感じですけど。よし。まこさん、マジでって思うかもしれないですね。ちょっと発表していこうか。聞きたい聞きたい聞きたい。よし、OK。うん。熊子以下、熊子以下。熊子以下はね、あの、都市ボーイズの早瀬さんが入ってました。知ってるよ。ちょっと下なんだけど、27,854位。おお、近い、近いけど。だからランキングの下位から順番に動画内で発表されてんだけど、その1ページ目に出てました。俺、お、早瀬さん入ってるって言って、まずびっくりしました。そう。で、ここから先がね、ちょっと飛んでて、熊子から先が。おお、急に飛ぶね。そう、飛んでて、次がね、9,428。1万切ったの。1万も切ってるじゃん。そう、ここからまたランキングがおもろいんですけど、9,428位は、うん、七不思議の大赤身のぶさんですね。おお、のぶさん。のぶさんです。はい。まさかの。おお。これもすごいね。ノブさんもやっぱ見える方なので。ああ、ね、そう、おっしゃってましたよね。そうそうそう。まあ、うちのチャンネル見てる方だったら知ってる方多いと思いますけども。ね、ノブさんが入ってまして。次がですね、はい、あの、7,531。ちょっとまたね、一気に行くあるんですけど、これは知ってる方も多いと思うので一応触れるけど、私はちょっと実はよく存じ上げないんだけど、結構有名な方ってとこで、あの、だらしめんのやーかずさん。ああ、7,531。ほら。そうで、ここからさらに
おもろくなってきて、ほうほうほう、なんだなんだなんだ、6761。おお、ちょっと近い。これ誰だと思う？って言っても分かんないと思うけど。あ、ちょっと当てたい。当たるか。ピークエンス早友さん。違います。ええー。意外だよ結構。一つだけ言っとくと、まあ、霊が見える人であることは多分かなり有名だと思うけど、うん、スピリチュアルという感じで売ってる人ではないです。千原誠司さん。あ、違うな。でもちょっと近づいたかもしれない。そんな感じ？そんな感じ？あのテレビによく出ますね。うん、あの一緒って出てるわけじゃないんだけど、夏になると呼ばれる。夏になるとやっぱり稲川淳二さん。正解です。本当に？稲川淳二さんか。6761に稲川さん入った。ほらすごい。意外すぎる。意外だった。そう。で、次。ここからまた6000台が2人もう2人いるんだけど、うん、6418。うん、これ、ね、私、ね、あの階段の大会でご一緒したことがある、あの、うん、三木大雲和尚でしたね。お三木大雲さんでした。はい。うん、そして、6158。はい。これはね、うちもあのプチコラボさせてもらった、あの、松島初音さんが入ってました。あ、初音さん。6158でした。すごーい。高い。そう。ほんで、次が4000台。おぉ、4000台。急に来た。4627位。4627。これね、知らない人ももしかしたらいるかもしれないですけど、都市伝説系の YouTuber の、うん、ミルクティー飲みたいさんが入ってます。これもね、結構、あ、そうなんだって感じで。おで、次が4000切って、3976位。おパシンペロン、はやぶささん。いやこれもね、そうパシンペロン早瀬さんも結構さ、あの熊子とね、ちょっとあの比較とかやってみてほしいってコメント結構来るんですけど、なんかちょっと近しいものを感じて結構見てるんですよ、ね、実は。本当。名前もやっぱ知ってるって感じか。うん、知ってる知ってる。そうなんですよ。ね、そのパシンペロン早瀬さんが3976位。お。そしてこれもね、まあどっちかというと、うん、なんだろう。結構有名な YouTuber とか見てる人だと結構コラボしてるんで知ってる人多いかなと思うんですけど、うん、次が3647位の、ギャル霊媒師の飯塚由衣さん。ギャルさん。そう、ギャル霊媒師さん知ってる。ギャル霊媒師 の, あのコムドットさんとか、うんうんうん、なんその辺の結構有名な YouTuber の方とかとコラボしてるあの方ですね、が3647位入ってる。でもまだこの時点で結構あれですよ、霊媒師ですからねこの方。あ、そっかそっかそっか。それで3点なんですよ、まだ。これ面白いでしょ。これ、それってさ、その順位のところになんか B 級とか S 級とかって出てるの？あ、そうだ、いいことを聞きましたね。そう、これ触れられてるんですけど、これ実を言うと、うん、B 級から紹介してるんですよ。B、A って感じで。僕 B？ B です。え、B？ やったわ。だから、くもこは。あ、一応神なんだ。霊の神の使い的なとことつながりを持ってるという判断らしい。あ、じゃあ、うん、そうなんだ。でもあの最下位なんでしょ。最下位に近いでしょ。最下位に近いね。まあいいでしょう。最下位に近い。そうで、今ちょっと見たんだけど、まだしばらくずっと B 層の人たちですね。ああ、じゃあ僕はドベの B ですか。B のドベの方ですね。 B のドベ、B マイナスみたいな感じ。ポジションで言うとね。で、今一応、多分あれだよね、3000いくつ ?3647 の、あの、飯塚由衣さん紹介したので、それで B の真ん中ぐらいだと思う、多分。真ん中か。だから結構上位のほとんど、上位の近くまでが B。がっつり B って感じなんですけど、ちょっとじゃあ B のとこまで一気にね、B はどんどん紹介していこうと思うんですけど、はい、でもね、B あとね、3人。いきますよ。はい。2896位。おお、急に上がった。これさっき名前出してくれたあのシークエンスの早友さん。おお、結構高かった。そうなんですよ。高いんですよ、結構。高いっすな。そう。で、さらに高いのが先日コラボしたギャースーさん、2720。そう。っていうね、なんか並びが来てて、あの B 層の一番上位の方に入っていったのが、
959位。959位でまだ B。あ、もう1000切りましたよ。1000切って B。そう、959位が橋本京明さん。ラスト。おー、ラスト陰陽師でしたっけ。そう、陰陽師の橋本京明さんが入ってました。まあ、これもね、もちろんあれですよ。皆さんね、多分もしかしたら橋本京明さんのファンだったりとかするとね、え、B なわけないじゃんとか、いろいろ思ったりするかもしれないですけど、これあくまで、この鍋島さんが独自に作ってるリストですので、それちょっとあの、エンタメとして紹介させてもらってるって感じで、ちょっとお借りしてるって感じなので、そこはね、もうくれぐれも怒らずに、ね、いろんな人がいろんな見方をしてるよっていうふうに思っててください。はい。神の使いだって。もうね、時々ちょっと言わないとね。はい。というわけでございまして、ここから一気にね、ランクがそこからね、100も切ります。おえー、すご。うん。だからここからね、A 級。A 層に入ったら、900番台から入っていって、まあ、ちょっと有名な方とかもいたけど、ちょっと今あんまテレビ出たりとかね、そういうのもなくなったんでって飛ばしてる方もいて、なのでちょっとね、バーって一気に飛んじゃうんですけど、次のランクがもうラストの1ページのところに載ってたランクで、すごっ、38位っす。すごっ、38位が、年やん、僕と同い年やん、今年38だから。三輪明宏さんこれこっから A クラス、 A 層。いやでもなんかそんな感じしたな。そう、三輪さん、そうだね、 A にいないとちょっとおかしい人だわ。うん。で16位、16位、下芳子さん。へえ。ね、テレビとかに出ていらっしゃったね、うん、あの下芳子さん。そうで、この方がね、私を知ってる中で1位かと思ったら、うん、私を知ってる中で1位だった人は、あの、うん、7位に入っていた方がいまして、これね、うちのチャンネル見てくれてる人、多分見てる人いると思うんですけど、うん、あのポップな霊媒師、馬込優希さんが入ってました。くま子は知らんか。知らん。あ、そう、結構ね、たまにね、見てる方いるんですよ。で、この方もね、いろんな方と結構コラボしてる方で、多分ね、まあ、ポップなって言ってるから、うちとちょっとスタンス似てるのかもしれないんだけど、なんかそんな感じで霊の話とかいろいろしてる方なので、結構この方はよくその心霊系のコメントとかで、まあ、この方の話も出てくる方だったんで、お、知ってる人やと思ってちょっとびっくりしたって感じですね。ちょっと存じ上げなくてすいません、勉強不足で。いやいやいや、とんでもないです。で、これ面白いのが、1位から2位、3位までしか書いてなくて、1位と2位が書いてなかったんですよ。何、誰、なんかね、1位と2位は、うん、鍋島さん曰く、人の前には姿を現さないらしいですよ。おお、そう、それが なんでなのかちょっと分かんないけど、説明とか特になかったんで。なんか3位の人の気持ち考えてあげろよって思うけど、結果的に繰り越しで1位みたいになってるね。そうあ、繰り上げか繰り上げ1位になってるから、ちょっとかわいそうやな、確かに。で、これ面白いのがね、鍋島さんご本人もね、順位に入れてて、へえ、それが121位っていうね、意外と謙虚なところに入ってるっていう。すごい謙虚、なんかすごい客観視されてる方なんですね。なんかね、結構そうなんだなって思って面白かったですね。自分で、まあ一応 A クラスの中に入ってる感じではあったんですけど、でも121位って感じで、要するに自分よりももっとそういう霊的なつながりとかが高いレベルでできてる人たちがいるんだっていうことを言ってるでしょうね、きっとね。これみんなが三輪さんの方が順位高いんだって思うと、じわじわ来ちゃってくるな。まあ、ちょっと来ちゃうけど確かにね。なんかじわじわ来ちゃう。三輪さんが上なんやっていうのは確かにね。もうすごいちょっとじわじわ来ちゃった。というわけでございましてね、今回はですね、その鍋島さんっていうね、常連師の方がね、ご自身のチャンネルで挙げられていた、まあ、霊能力者ランキング2023っていうのをね、ちょっと参照させていただいて、まあ、そちらでちょっとくま子の名前が載ってたんで、おお、マジか、載ってるやんけって言って、しかもなんか妥当なランキングで載ってると思って、ちょっと笑いながらね、ちょっと紹介してもらったっていう感じの。まあ、あくまであれですね、エンタメとしてやってるってとこございますので、うん、これ結構ね、ちょっと今回の動画はね、なんかいろんなコメント来そうだなと思ってるんで、ちょっともう一回釘刺すけど、まず一つは、鍋島さんのところに行って、違うと思いますとか言うのは絶対ダメ。ここのチャンネル内でちょっと議論しよう、そしたら。そうそう、うん、この動画のコメント欄で言うならいいよ、別に。なんかちょっと違うと思うなとか、別に、うん、あ、なんか自分もこう思いますって、あ、なんかすごい妥当だと思いましたとか、なんでもいいけど、うちのこの動画内だけでやっといてね、うん、コメント欄で。ここだけでやる。向こうに、なんか七代家から来ましたとか、絶対ダメ。やったら怒るからね、普通に。うん。まず一つだし、はい、
他のね、まあ、例えばね、霊能力のある人とか、皆さんも好きな人も多分いると思うんですけど、なんかどっちが上だとか下だとかっていう、なんかランキングのなんか本気で戦い合わせるっていうのはやめてね、それも。ね。あくまでエンタメでやってますから、こっちも。うん。あくまで面白かったから、くまこを紹介してるので、くまこをめっちゃ持ち上げるあまりに、絶対くまこさんの上でしょ、とかっていう。やめてください、本当にね。くまこはビリなの。そうですね。もう B のドベの方です。ドベです。B マイナス。ね、であともう一個言いたいのが、七代さんこういう企画やめてくださいってたまに来るのよ。おう、なんかくまこさんがかわいそうです、くまこさんの見てください、くまこさんのあのかわいそうな表情みたいな感じで来るんだけど、なんか疲れ切ってる表情ごめんねとか思っちゃう、仕事上がりでやってくれてるからね、今仕事やってるからちょっとさ、ふわっとした瞬間になんかちょっと仕事疲れが出ちゃうっていうのがなのでちょっとね、今くまこが言ってくれた通りで、別になんかあの、ここで話し合った上でやってる企画なので、嫌だったらくまこも嫌ですって言うし、やんないので動画をそもそも、うん、なのでちょっと七代さんてめえみたいな感じでちょっと突っかかってこられるのはマジでノンノンでお願いします。それはもっと言うと、仕事が押してて2時間ぐらいね、なんか撮影時間がねちょっと前で押しっていうか、あ、後ろ押しになっちゃったりとかね、あ、まあまあちょっとね、今日は実はあの2時間押しなんですけどまあまあいいっすよ、それは全然ね、うん、まあそんなこんなでございましてね、まあ、ちょっとその辺の注意事項を注意していただきつつね、あくまでエンタメとしてうちのチャンネル内ではね、もちろん鍋島さんもともと好きですよって方はね、それ別にあのね、個人的にそっちはそっちでって感じなんですけど、うん、あのまあ知らなかったよって方とかはもう飛ぶとかなしで、この中で、あ、楽しいね、こんなランキング作ってる人もいるんだで終わらせていただけたらと思います。はい、三輪さん高いねで終わりでいいです。そうだね、三輪さんさすがやねでいい、さすがやねって、はい、というわけでございましてね、今回の動画が面白かったよって方はよかったらいいねボタンお願いします。そしてですね、これを機に知ってよった方はよかったらね、七代家チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。そんなもんかな。はい。それでは、またねー。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。前髪が決まらないぞ、今日は。なんかちょっといいこと言ってくれるのかと思ったら、自分の話した。自分の話。